皆さんこんにちは、ワダルグルビッシュです。今回はゲレンの野望ジオン独立戦争期ジオン軍編難易度のハード続きをプレイしていきたいと思います。前回はハワイにガルマとドワニングの部隊を送り込んだんですが、連邦軍の分厚い反撃の前に敗退してしまいましたので、今回はそのリベンジ戦になります。前回からの変更点としてはまずギレンですね、これを投入しています。前回の敗退を受けてギレン総帥自ら出撃という形ですね。では早速時間を進めていきたいと思います。ギレン総帥が入ったことによって策略も増えてます。まず夜襲強撃、これで味方に有利なように、まずね作戦初期段階を進めていきたいと思います。それにジョニーライデンを入れてますので、シンクの稲妻ですね、これも入れていきましょう。敵の士気を下げる効果があります。では早速プレイを開始していきましょう。開始します。連邦軍の防御体制がかなり分厚くなっていたので、今回はですね戦術面も少し見直しをしていきたいというふうに思っています。この後、今回のね作戦の骨格となる戦術、これを、ご紹介していきたいと思います。はい、まずですねガルマの部隊とトワニングの部隊なんですけども、マップの右側から入ってきます。で前回はですねいきなりハワイ本島へと上陸を仕掛けたんですが、敵の戦力も分厚くなっていて跳ね返されてしまいました。なので今回はまず部隊はですね南へと下がって南の島に上陸、ここで敵の部隊を迎撃して撃滅した後にハワイ本島へと上陸していきます。でこの間敵の航空隊に対してドップで編隊を作って艦隊を守ります。このあたりがね前回無策にも突撃したのと違う点ですね。そしてマップの左側からはギレン総帥の部隊が入っていきます。でこのギレン総帥の部隊もですねハワイ本島ではなくて一度別の島、今画面から一番近いところですね、ここに上陸して敵の航空隊を叩いた後ハワイ本島へと上陸、ガルマの部隊と攻撃する作戦になります。では早速プレイしていきましょう。では敵の航空隊が迎撃に出てきましたので、これを迎え撃っていきましょう。この序盤の敵の第一波攻撃をいかに耐えしのぐかというのがすごく重要な要素になってきますよね。しっかりゴックやアッガイ、さらには航空編隊のドップ、これを使って艦隊を守りながら確実に敵の数を減らしていきます。でマップ下の方ですけども、ここは上陸がまずできそうですね。上陸作戦をしていきましょう。上陸できる局面があればどんどん上陸していってしまいます。さて連邦が本格的に迎撃していきましたので、こちらもモビルスーツ隊を、展開して対抗していきたいと思います。3連星もまだね、急作ですけども乗って頑張ってくれてますので、このあたりもねしっかり活用していきましょう。まずこの序盤の戦いでどれだけ、戦力を温存して戦えるかというのもね重要なファクターになってくるかなと思いますので、しっかりですね陣形を張って、確実に敵の数を減らしていくということをやっていきます。さて南側の方ですが、こちらでも敵部隊と交戦状態に入りますね、シャーザクがいますので、シャーを前線に立ててしっかりと敵を削り取っていく作業をここもやっていきたいと思います。作戦の第一段階であった島への上陸ですね、これが完了してます。この後敵を削り切ったらハワイ本島へと、強襲上陸を仕掛けていきたいと思います。この前哨戦ではねできるだけ、味方の損害が出ない状態を作っていければ
まあ、よりこの後の戦いは有利に進められるかなと思いますので、ダメージコントロールはね、しっかりやっていきたいと思います。敵の第一波迎撃隊は大方撃破が進んでますね。このまま行けば、まあ、軽微な損害で、まず敵のね、第一陣を突破できるかなという情勢まで来ましたので、この後の上陸作戦の準備も始めていきたいというふうに思います。ハワイ攻略戦の2ターン目に入ってます。戦力的には、拮抗状態まで持ってきましたので、ここから逆転を図っていきたいと思います。一部部隊上陸してるんですが、上陸初期段階はやっぱりちょっと厳しいですね。タンクの数が多いので、敵のタンクの狙い撃ちにちょっと今合ってるっていう状態ですかね。まずはできるだけ多くの部隊を、手短に上陸させて、地上戦へと持ち込むというところに持っていければですね、この不利な状況も一挙に打開できるかなと思いますので、上陸作戦をね、ここからいよいよハワイ本島に仕掛けていきたいというふうに思います。ギレンとガルマの部隊がですね、同時に強襲上陸を今仕掛けているところです。まあ、この強襲上陸の初期段階ではある程度の戦力がですね、失われる可能性があると思うんですけども、まあ、まずは速やかに上陸を完了させて、シャアをはじめとしたモビルスーツ隊ですね、これを展開できれば、敵はまだタンクやキャノン、ガンタンクやガンキャノンが中心なので、近接戦闘に持ち込めれば勝機はあるかなと思います。その段階にいかに早く持ち込めるかというところですかね。なので、まあ、少しでも早くですね、部隊を多く上陸させていければいいかなというふうに思います。さて、ガンダムをうまく水中に引きずり込みました。このまま囲んでエネルギー切れを狙います。そしたらね、たやすく撃破できると思うので、まあ、ガンダムとはまともにぶつからない。ちょっと姑息ですけどね。確実に消耗させてから撃破したいと思います。その他、順調に敵基地中心部に向かって進軍中です。まあ、やっぱりね、敵のタンクとかも硬いは硬いんですけど、ここは覚悟の上というところなので、まあ、しっかりね、消耗を抑えながら、中心部に今、進軍中という状況ですね。はい、では基地中心部こじ開けました。制圧してしまいましょう。残っているガンダムもこれで撃破できましたね。
ハワイの攻略完了です。まあ、損害、多少出ましたが、モビルスーツが失われるというような状況はなかったので、まずはね、上々の戦果を上げることができたのかなというふうに思います。では、反戦活動やデモが進んでいるという状況の報告が上がってきていますが、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。